疲れ様です。お疲れ様です。じゃあちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。もういろいろ聞かせてもらうんですけど今日どう聞いてますか？なんかどんな動画撮れて聞いてました？ナリの動画見ましたけど、はいはいはい、あんな感じですよね。そうですね恥ずかしい今日あれですね、パーカーお店のやつですよね。あーそうなんですよ、初めて来たんですけど初めて来たなんか あったんですか？あ、なんか今日そのホームページかなんかの写真の撮影となんかね使うみたいな、宣材写真がなんか使うらしくて、はいはいはい、あのパーカー着て撮影してきたんです。じゃあちょっと場所別で撮ってあるんでそっち行きましょうはい、行きましょうか。聞いてきます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。一応さっき合流してからちょっとこっち移動してきたんですけど、はい、ちょっとあなたの人生を教えてくださいっていうことでいろいろ聞かせてもらおうかなと思ってるんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応顔は出てないんで先にお名前だけいいですか？もう、あ、はい、お久しぶりです。ゆうきです。よろしくお願いします。久しぶりなのかな。よろしくお願いします。まあいろいろと早速聞かせていただくんですけど、最近はやっぱ YouTube はあんまり出てなかったっていうあれですけど、はい、お店自体は結構いらっしゃるんですか？あ、お店にはいます。基本的にはちょこちょこはいますね、はいはいはい、どのぐらいとか決まってるんですか、空いてる時と？今は週1、週2、まあ多かったら週3とかいますけど、あ、まあ本当に週によるって感じですね、はい、結構いらっしゃるんですね。まあ前よりは、はいはい、前よりはいると思います。時間帯とかもバラバラですか？いる時間帯バラバラですかね。昼にいる時もあれば夜にいる時もあるし、はいはいはい、まあ最近は夜の方が多いですけど、うん、それ以外の時間とか普段何されてるとか？そうですね、今、うん、僕がまだ大学生なので、はいはい、残りの学生生活を楽しんでますもう本当にそれぐらいですかね、はい、今じゃあご年齢としては22歳？そうですね、僕誕生日がもう早生まれなんで、はい、まだ21なんですけど、あーこれからそうです、もう22になるってとこですね。はい、はい、じゃあちょっといろいろ遡って聞いちゃおうかなと思うんですけど。遡って、はい。でもともとご出身とかはどちらですか？あ、東京です。東京でどことか言えます？僕東京出身は墨田区、はいはいはい、で生まれてます。スカイツリー？あ、そうそうそう、スカイツリーがあるところ、はい。今はじゃあ、ご実家に？あ、実家です、まだ、はいはい、全然実家じゃあ、一回も東京からは出てない？出てないですね。学校とかもずっと大学も東京だし、はいはい、高校とかも東京だし、はいはい、学校はどんな学校とか？普通に公立とか、まあ、私立入ったとか？まあ、僕は普通に大学は私立の大学入って、はい、スポーツ系って感じですかね、はいはいはい、東京生まれの方だと、まあ、勝手な偏見ですけど割と混ぜてるって言ったらですかねどうなんでしょう、その辺は。小さい頃思い返すと結構言われるんですけど、はい、東京生まれですみたいな、東京育ちですとか言うとシティーボーイじゃんみたいな全然ですよ全然ですよ。クラスの中ではどの立ち位置とかどういうキャラだったとか？いや、僕そんななんかキラキラした感じじゃなかったですよ、ね、ビジュアル的に見ちゃう勝手なあれですけど。いやいや、めちゃめちゃありがとうございます、いつも。いやいや、そうなんですね。じゃあ割と控えめというか、まあ、おとなしめな方だったってことですか？なんか隅っこで読書してるようなタイプではなかったですけど、普通のもうなんか学校生活送ってました。そんなじゃあやんちゃしてたりとかは？あ、しないです、しないですめちゃめちゃ優等生やってました。今でもその同級生たちとかは絡みがあったり遊んだりとかはあるんですか？あー、遊びます、ちょこちょこ、本当にちょこちょこですけど、はい、そんなに頻繁に会ったりはしないですけど、まあ高校の時の同級生とか、はいはい、うん、たまに遊びますね。友達関係はどっち派ですか？広くなのか深くというか狭く？あー、本当に仲いい友達はなんだ、深く、はいはい、深く狭くですけど、はい、少ない方ではなかったかなと思いますけど。じゃあやっぱり陽キャだったってことですね違いますよ陽キャじゃないですよ。その方たちとかは男の友達、女友達？あ、高校の時のは全員男ですね。あ、そう、高校2年生の時に仲良かったグループが、はい、5人なんです、ちょうど5人で、それがずっと仲いいって感じです。ああ、じゃあ今だに、うん、遊び行くってなったら何するんですか？
この間は普通に飲みに行って、はい、でもなんか今度日帰りでなんか新潟かどっか行こうかみたいな。おー、いいですね。言ってましたね、確か。結構あるんですか、その旅行行ったりとか。なんかそれこそめったに会わないから、会う時ぐらいはなんかちょっとどっか行こうよってなることの方が多いかもしれないです、はい、うん、学生時代とか部活やってたりとかスポーツ系っておっしゃってましたけど、部活は多分ね、前の動画を見ていただければ分かるんですけど、はい、高校の時は僕ハンドボールをやってて、はい、で大学はまあスポーツ科でいろいろいろんな競技をこうちょこちょこかじってたって感じですかね。球技のが得意ですか。まあ得意な球技もあれば本当にできない球技とかもあって、それで言うとあとは水泳とか剣道とかも得意ですけど、できない競技は本当にできないです。へー、じゃあ割とやり始めたら追求するタイプですかね。あ、それはそうかもしれないです。じゃあちょっとさらに遡っちゃうんですけど、さらに遡る、はい、はい、まあ、東京生まれて、もともと東京育ちで、まあ、割と治安のいいとこで育ってっていうところもあると思うんですけど、はい、じゃあお父さんお母さんとかはもともと東京でってことですか、両方とも。いや、僕お父さんは大阪で、はい、お母さんが神奈川ですね。ああ、どんな親御さんですか、お仕事一生懸命とか。お母さんは、あ、でも、うん、お父さんもかもしれないですけど、割と厳しかった気がしますね。 あんまり甘やかされた感じはしなかったですけど。なんか例えばとかあります、怒られた経験とか。他のね、ご家庭が分かんないんですけど、はいはいはい、僕のお母さんすごい服装に厳しくて、このこれあるじゃないですか、この萌え袖、はいはいはい、これあるじゃないですか、萌え袖、これ家でやってると怒られるんですよ。厳しい。そう、それ直しなさいって言われてお行儀悪い的なことなんですか。そう、あのね、らしいです。食べ方とかも怒られてた。食べ方もね、箸がな、それはもうずっと言われてきましたけど、まあそれがあって今があるって感じですか、ね、はいはいはい。まあ大人だったら大事なことですよね。ご兄弟とかいらっしゃるんですか。僕兄貴がいます。ああ、お兄ちゃんが。何歳上とか。僕年子なんですよ、1個。ああ、そうですね。はい、じゃあもう大人だったら友達みたいになる。どうですかね今のところその兆しはないですか。小さい頃とかでも、年子だったら喧嘩してもそんなに差はないですよね。僕は、ああなっちゃいけないって思いながら育ってきたんで。ああ、じゃああんまり武闘派な喧嘩とかは別にしてなかった。まあ、どうせ勝てないの分かってた。学生時代とかは、やっぱりモテたりとか。それこそまあね、最近、今日撮影してるのは、ホワイトデーなんですけど、はい、バレンタイン、3月14日、はい、バレンタインにたくさんチョコもらったりとかあったんですか、ね、小学校、中学校とか。ぶっちゃけ小学校めちゃめちゃモテたんですよ。小学校めちゃめちゃモテたんですよ。まあ、でしょうねって感じもあったんですけど。いや、小学校って、はいはい、足早ければモテるじゃないですか。なるほど、そうですね。一番のあれですよね。足は速かったんで、小学校はモテたんですけど、中学校は全然モテなくて。急に。僕中学校吹奏楽部だったんですよ。はいはいはい、相変わらず足は速かったんですけど、吹奏楽部なのに足速いみたいな、あいつなんだみたいになって別に全然モテなくて。ああ。でも中学校ってなんか面白いやつモテるじゃないですか。ああ、そうですね。そう。で、まあでも高校入ってからはまあちょこちょこって感じですかね。はいはいはい、そんななんか激モテとかじゃないですけど。ああ。告白されたりとか、女の子を。まあ、ないって言ったらそうなりますけど、その時はどうだったんですか、そのモテたっていうのは多分いわゆる一般的には女の子からっていう話だと思うんですけど、はい、いや僕全然あごめんって言っちゃうタイプだったんで。ああ、そうなんだ。じゃあ彼女は。彼女いたことないですね。ああ、逆にそのまあ踏み込んじゃうんですけどお目覚めというかきっかけあったりとか、どのくらいの年だったとか。僕ね、あれなんですよ、気づいたらだったっていうパターンなんですよ。結構これ友達と話したりとかもするんですけど、はいはい、なんか先天性後天性みたいな、はいはいはい、なんか僕はもう最初からだったんで。あ、最初からそう、あの女の子はあんまりって感じだったんで、はいはいはい、僕は気づいたらだったんで、はいはい、なんかがあってゲイになったとかではないですね、はいはい、もうなんか気づいたら男の子目で追ってほしくて、はい
でも先天性とかもともとってことじゃないですか、うん、その逆にいつその多数派ではないっていうのは気づいたんですか。僕は多分小学校高学年ぐらいで、はいはい、ああってなりましたね。ああ、いやなんか小3ぐらいの時って女の子と別になんか好きですみたいなぐらいじゃないですか。そうですね。なんか付き合ってくださいとかじゃないじゃないですか、はいはい、まあ、そこまでは別に普通、普通って言ったら変、なんかおかしいですけど、はい、特に何も気づかずって感じだったんですよ。まあ、小4、小5ぐらいで、まあ何かがあって多分あんま分かんないですけど、はいはい、それで、あ、僕は男の子が好きなのかなみたいななって、まあ、そこからもうズルズルズルってですかね、はい、周りに同じ境遇というか、そういう方いたりしたんですか。ああ、いやでも僕は全然周りに言うタイプじゃなかったんで、あ、いたかもしれないですけど、全然気づかなかったですね。ああ、そうなんですね、うん、やっぱあれって、その自分たちから見ても気づかないんですか。気づかないんじゃないですか。あ、まあ、それこそ中学生の時とかは全然、はいはいはい、もう分かんないと思います。ああ、もう判断材料が見た目ぐらいしかない。まあ、そうですね、絶対分かんないですね。本当にそうかも。なんかその当時、あの男の子ととか淡いエピソードあったりするんですか。いや僕はもう本当に中学高校に関してはマジでノンブレイクだったんですよ。あ、別にそれで悩んだこともなかったんですけど、はいはいはい、それを別に周りに言うとかでもなかったんで、はいはいはい、まあ、高校の最後の方にアプリがあるわけじゃないですか、はいはい、なんかそれでいろいろありましたけど、いろいろって便利なことですよね。いろいろちらっとだけお話することとかできますね。高校生とかになると興味もやっぱり持ち出すじゃないですか。そうですね、まあ、最初僕ツイッターとかだったんですよ、はいはい、そっからなんかこういうのがあるんだなっていうのを知って、まあ、アプリ入れてみて、高校の最後ぐらいに会った人と多分たまたまツイッターも繋がってたんですよね、はいはいはい、でそれでどっち、あ、いやどっちも繋がってるじゃんってなって、あ、でご飯行くようになって、はい、で僕その人が初めての彼氏でした。あ、高3の冬とか、はいはいはい、お相手はどのぐらい。その時多分25とかじゃなかったんですかね。多分でもはっきり年齢その時知らなかったんですよ。ああ、まあまあ、あんまりかけないっちゃわけないですか。年齢別に知らなくて、はいはい、ね、これはもう後から気づいたんですけど、はい、ご縁があってね、後々会う機会があって、あ、別で最近、もう本当に最近ですけど、ここ数ヶ月ぐらいですけど、はいはい、会ってもうちょっと話せるぐらいになったんですけど、はいはい、年齢聞いたら、あ、え、もうそんなみたいになってって、あ、そんな上だったんやみたいな。あ、じゃあ当時は気づかなくて、気づかなかったんですよ、はいはい、もっと若いだろうと思ってたらあ、もうそんな言ってるんやみたいになって、なんか勝手に騙された気分になってました。最近会ったっていうのはそのお店でとかってですか。そうですね、なんかその人もともとなんか飲みに行ったりする人じゃなかったんですけど、なんかね、青にもちょこちょこ来るらしい、なんか来てたみたいで、はい、まあお店で会ったりとか、はい、まあ、普通にご飯も1回2回ぐらい行きました。ああ、じゃあ今では思い出話ぐらいな感じになってるんですか。ですかね。あ、うん、じゃあその高校生ぐらいの時に今 Twitter とかいろいろ見てたりとかで、そうですね、そういう界隈の話だったりとか、うん、まあ、2丁目がだったりとかっていうのにそのタイミングで興味持ったとかってことですか。いや、もうちょっと後だと思います。もうその時は高校生の時とかは、はい、全然知らない状態でアプリとかやってただけなんで、はいはい、高校卒業したすぐぐらいのタイミングで、あの、いわゆるため会とかっていうのがあるんですよ。同い年の人たちが集まって、はいはいはい、まあ、交流を深めるみたいな、はいはい、それで初めてそれに行って、あ、初めてなんか同い年とかの友達ができたんですよ、はいはいはい、こっちの界隈の、はいはい、それで友達ができて、なんかちょこちょこ遊んでたら、まあちょっとずつ興味を持ち始めたぐらいですかね。そのタイミングですかね、僕が、はいはい、いろいろ興味持ったのは。ああ、2丁目にじゃあ初めて行ったタイミングとかは何歳だろうな、まだ19とかだったかもしれない、その時。でも通っただけなんですよ、その時。ああ、そうです、ね、行ってみようぜみたいになって、はい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 、行ったことなかったから、はいはい、行ってみて、あ、ここがそうなんだってなって、はい、もうすぐ帰りました。最初はじゃあ印象としてはちょっと怖かったとか。いや、なんか
ドキドキするじゃないですか。ね、初めて行く、多分今行ったことない人とかだったらもう余計そうかもしれないですけど、めちゃめちゃドキドキしますよ。初めて飲み行ったのはもっと後、まあもちろん19歳だったんであれですけど。そうですね。でも初めて行ったのは僕友達が働いててもうすでに、その初めて行った時、はいはい、でその共通の友達と、はい、じゃあ遊びに行ってみようかって言ったのが初めてですかね、はいはい、その時。それからちょこちょこ行くようになって青にも行き始めてって感じですかね、はいはい、あ、じゃあ最初の方はやっぱりお客さんで行っててってことですか。そうです、僕も初めはお客さんで行ってます、はいはい、お店で働くようになったのはどういうきっかけとか。あ、もうそれこそ前のママに誘っていただいて、はいはい、これもね前の動画見てもらえれば分かるんですけど、入った瞬間にいっぱいだったんですけど、はいはい、入れないってことですぐ連れ戻されて、で多分5分ぐらい喋ったら一緒で働いてよって言われてそう、そっからまあいろいろあってご縁があって働かせていただいております。あ、他のお店とか行くんですか。2丁目行きます。僕はね、あの結構青の中では飲み行く方だと思います。あ、お友達もやっぱ働いてたりとか。あの、そうですね、青で働かせてもらってから結構その他の店のスタッフさんたちとも仲良くしてもらってたりもするんで、はいはいはい、結構それでつながり増えてその友達に遊びに行ったりとか、はいはいはい、まあ、新しいお店行ってみたりとかしてます。結構してます。結構してます。他のスタッフと比べたらしてると思います。逆にその2丁目以外で普通に飲み行くこととか結構あるんですか。ありま、うん、あるのかな。ありますよ。結構居酒屋とかも好きです。はいはいはい。まあ多分居酒屋行ってからどうせ多分2丁目違うんですけど。まあまあ2軒目って感じもありますよね、はい、2丁目のお店とか。そう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 。お友達っていうのは同級生とかではなくってことですか。そのカミングアウトしてんのかしてないのかっていう話なんですけど。ああ、よく飲みに行く友達に関してはしてます。あ、大学の友達で、はい、何人してるんだろうな、4人。はいはい、この4人はもうすっすげー仲いいんですよ、はいはい、めちゃくちゃ仲良くて。いいですね。これ言っとかないと自分が辛いなって思ったんで、あ、まあ、言っちゃいましたね、はい、最初バレたんですけど。あ、そうなんですか。そう、最初2人にカミングアウトしたんですよ、はいはい、それバレました。どういうタイミングでバレたんですか。これあの男の子と女の子なんですけど、はいはい、こっちは女の子がめちゃめちゃ感が鋭くて、あ、3人で飲みに行った時に彼女いないのって言われて、はいはい、その時2人目の彼氏と付き合ってたんですよ、はいはい、彼女いないのっていう質問に対して、いや付き合ってるよ今って返したんですよ。あもう多分結構前から、いやあいつ彼女いない、結構いないだろうみたいな、はい、おかしいぞみたいになってたっぽくて、はいはいはい、でいやそれさみたいな、彼氏みたいな言われて、まあまあ別にこの人たちだったらいいかなって思って、はい、いやまあ、うん、まあそうそうなんだけどっていう話をして、あ、まああとの2人は飲みに行った時に、はい、まあそうなんだよねっていう話をして、まあその4人は言ってますね、大学の友達は、はい、やっぱお友達で言うと、うん、男の人が多いんです、女の人が多いんです。あー、あんまり性別の話してもってところはあると思うんですけど、僕はスポーツ系だったんで多分体育系あるあるだと思うんですけど、はいはい、仲いいその男女の人たちってマジで相手のことをあの異性として思ってないんですよ。体育系の人たちだからなんか男子が多い女子が多いっていうよりは、はい、もうみんなで仲いいって感じでした、はいはいはい、僕のところはもう普通に女の子の前で着替えとかするんで大変本当にめんどくさいんで。その仲いい友達は、はい、あの伝えたってことですけど、はい、親とかその親族とかには兄弟も含め言ってないですかね。もう全然するつもりもないですけど、はいはいはい、墓場まで持ってくつもりでいますけど、はい、今のところは分かんないですけどね、これから何があるか分かんないですけど、はい、前回ナリ君がはいはいはい、あのいろいろ話してくださったんですけど、喋ってましたね。やっぱね、あの何くま気にしてるのか分かんないですけど、年齢的な話で言うと、はい、もうちょっと上になったらやっぱり孫が何やらとかおばあちゃんに言われるかもしれないしっていうのもあると思うんですよね。まあきっとあるでしょうけど、はい、無理です。まあまあ強制されるもんじゃないですか、ね、本当に今のは増えてますからね、はいはい、全然そうです、結婚しない子供を作らないとかも、はいはい、全然選択肢としてはたくさんあるんでね、はいはい、なんとかなるでしょう、まあまあ、っていう感じですかね、今のところ。逆に子供とかは興味ある、興味あるって言ったらあれだな、好きですか。まあまあぐらいです、はいはいはい、可愛いなって思うんですけど、
育てらんねえなって思っちゃう。まあ大変ですね。この子の人生、俺が全部責任を負うのかってなると大変だなって思いますけど。まあまあそうですよね。うん、今じゃ あの大学4年生ってことですよね。そうですね。もう大学4年生の最後です。はいはいはい。卒業はもう決まったんですか。もちろん。はい、はい、余裕で。もう余裕で。ああ余裕で。おめでとうございます。ありがとうございます。結構ね、ギリギリの人が結構いたりするから。いや、すごいですよ。120何単位取らなきゃいけないところ、120何単位で卒業する人とかいますから。170単位ぐらい取ってますから。意外と優等生なんです。いやいや、意外じゃないですね。すみません、ありがとうございます。今後じゃあ卒業してからはもう決まってらっしゃったりとか。あ、まあ、一応進路先は、はいはいはい、決まってますね。じゃあ4月から。4月から、はい。はいはい、お店自体はどうされてた？席は残すんですけど、はいはいはい、まあ、今ほど出勤はできなくなるかなっていう感じはありますね。いる時は全然いるし、いる時は全然いますよ。まあそれこそ月1月2ぐらいではいるんじゃないですか。結局なんだかんだ、まあでも会いたい方もいらっしゃると思うんでね、ぜひ出勤情報とか見て出勤情報見ていただければあれ2週間分ぐらい出てるんですかね。そうですね、今は2週間前から出るようになってるんで。そうですよね。まあそれをチェックしてもらえれば、どこかしらにはいるんで消えるわけじゃないんで。間違いないです。はい、そうですね。どんな心持ちですか。やっぱこのタイミングって結構気持ちがあるんですよね。嫌です。いや、まあ今だけかもしれないですけどね、はい、もう本当にあと学生終わっちゃうんで、はいはいはい、このタイミングだったらまあもうちょっと学生やってたいなって思いますけど社会に放たれてしまうので。放たれる言い方さっきもあんまり悩みがないみたいな話してましたけど、もう元々どうですか、そのポジティブ思考というか。ポジティブ思考ではないんですけど、悩んだことないっていうのも、その性別のことに関して悩んだことがないっていうだけなんで。でも前はめちゃめちゃ自分ネガティブだなと思ってました。僕これわかんないんですけど、はい、年に4回ぐらいめちゃめちゃ落ちる時があるんですよ。気持ちが、はいはいはい、何にも ないんですけど、きっかけとかはないないんですけど、急に、はい、うわっってなる時があって、いや、もう多分ふとしたことですぐこうなっちゃうんですよ、はいはいはい、その期間は。まあ落ち込む理由って人それぞれだから分かんないですよね。分かんないですけどね。落ちる時はめちゃめちゃ落ちます。落ちた時どうなるんですか。何にも喋らないそれは解消は何か方法があるんですか、それとも不意に。ああ、もういつの間にかケロッと治ってるパターンです。結構かかるんですか、その時には。かかる時めっちゃかかりますね。あの1週間ぐらい続いたりします。結構ですね。そう、だからそういう時めちゃめちゃメンヘラになってストーリーの親しいとかですごい愚痴書いたりするんですよみんなには見れないようにとかそういうのでストレス発散したりとかします。まあでもね、過去動画とか見てる方からしたら、はい、ビジュアルも分かってるわけじゃないですか。いや、まあ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 、キャラも分かってるだろうし、そうですね、って考えると、お前ネガティブになる理由ねえだろみたいな思ってる方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。いやいやいや、もう人ですから。いやいや、まあまあまあ、コツみたいなのがあったら、ポジティブでいられるコツ、ネガティブを解消するコツみたいな。ポジティブでいられるコツですか。はい、難しいこと考えないことです。ああもうなんか、あ、これ難しいなって思ったらもう、あと、あとなっちゃうし、それあんまり難しいこと考えてもね、楽しくないんで、はいはいはい、楽しいことしていきましょうぜひ皆さん楽しいことして生きていきましょうなんだこれいや、大事です。じゃあ、まあいろいろ聞かせてもらったんですけど、はい、YouTube の動画がっていう話をちょっと聞いたんです。そうですね、そのまあ僕も社会に放てられるので放たれてしまうので、あの今あるその YouTube の僕の動画、多分今は皆さん見れる状況にはなってると思うんですけど、あの4月以降ですかね、その今ある動画に関してはメンバーシップの方に入れるっていう形になるので、まあそれまでにあの今ある動画を見ていただければなと思います。過去動画とかもってことですよね。そう、過去動画もあの僕の動画は消すわけじゃないんですけど、メンバーシップの方に入るので、はい、もしよければそっちでご覧くださいなぜか僕の YouTube のまとめるやつあるじゃないですか、ね、再生リスト、再生リストです、はい、僕のだけあるんですよ、なぜか。面白い動画結構ね、あるんで、ね、ありますよ動画。多分激辛食べてる動画とかまだあるんじゃないですか激辛に関してはどうなんですか、やっぱり今新人の方って結構いらっしゃる。いや、もうみんなやってくださいよ、あれ登竜門ですよ、やってください、全員やってください一言で言ったらどうだったんですか、感想は。あの、もう
地獄です、ね、まあ、YouTube のことに関しては今聞きましたけど、はい、今後のなんか目標とかどう考えてますっていうのあったら教えてほしいなと思うんですけど。そうですね、僕も青はすごい好きなのでしばらくはいると思います。まだこのままいますし、出勤も全然すると思うので、また顔を見に来ていただければと思います。また皆さんとね乾杯をできるように僕も頑張りますので、これからもよろしくお願いします。はい、じゃあいろいろ聞かせてもらってありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。長々と、まあ、ぜひね、この動画の中でちょっと、あれも聞いてほしかったみたいなのあったらぜひお店でね、はいはいはい、はい、そうですね、なんかあったら直接聞いていただければ、はい、もちろんコメントとかでもね、はい、言っていただければ、もちろんもちろん、はい、名刀しておきますこの後は一応出勤なんですかね。この後もリアルに出勤です、はい、行ってきますじゃあありがとうございました。ありがとうございました。行ってきます、バイバイありがとうございました。こちらこそありがとうございました。この後出勤ですよね。出勤です。朝までですか。朝までどんなお客さんと飲んでる時楽しいとかありますか、話し合う人。ああ、でも本当に青に来ていただく人たちって、はい、本当にいろんな方がいらっしゃるので、はい、もういろんな話ができるので皆さん楽しいですよ。あ、本当に結構でも泥酔してる人とか いるんですか。あ、いますいます入ってきた時点でなんか様子おかしい人とかいます結構こうやって赤裸々に語るのってあんまないですよね。ないですよ。どうでしたか。恥ずかしいもの喋るとねでは皆さん、ここまで最後までご覧いただいてありがとうございます。僕はこれから出勤なので行ってきます。ありがとうございました。ありがとうございました行ってきます。ありがとうございます。